MGM-51、MGM-51 シレーラは、アメリカ合衆国のフォードによって開発された、アメリカ陸軍の対戦車ミサイルである。MGM-51 は、通常の方から発射できるように設計され、当初、1960年代 -1970 年代にかけての走行戦闘車両用の、短距離、中距離、長距離攻撃システムのうち、 中距離部分を担うことを目的としたが、目的を達成する代わりに、その設計思想の実現が困難でることが判明した。第二次世界大戦における装甲技術の急速な進歩で、対戦機の最も大きな対戦車砲から発射される砲弾からも、戦車は生き残ることができるようになっていた。新世代の方、特にイギリスの 105mmL7 は、 新型戦車に対処することができたが、さらに次の世代において必要とされる方が実用性を考えるとあまりにも大きくなるものと予想するに固くなかった。対戦車砲の大型化の代わりにアメリカ陸軍は1950年代にヒート弾に集中し始めた。ヒート弾による貫通能力は砲弾の速度に依存しないため、 より軽量の方から低速で発射することを可能にした。また、ヒート弾は口径が大きいほど大威力となるため、大口径低速砲は優れた突撃砲車両を生み出すことになる。しかし、その一方で砲弾の低速度化はより長距離での照準が難しさを増すことも意味する。そこで、同軍は、 数百ヤードを超える目標のために誘導ミサイルを使ってこの問題に対処することを期待した。1958年にアメリカ陸軍は技術水準がそのような設計の研究を始めるために十分に進歩したものと判断し、1959年6月にスペリート・フォードエアロニュートロニックは単射程用途を満足する計を要求された。フォードは契約を得て XM13 の研究を開始した。最初の試射は1960年に実施され、MGM-51A として知られている限定生産型は1964年に生産が始まった。基本システムは当時としては全く先進的なものだった。ミサイル本体は最後部に折りたたみ式のフィンを持つ長い筒からなり、後部に取り付けた。 小さな爆薬で M81 ガンランチャーから押し出され、ミサイルが砲を離れると、フィンが展開し、ロケットモーターが点火する。ミサイルが砲身の中にある間に回転してしまわないように、ミサイルに取り付けられた小さなキーがライフル砲の内側に切られたまっすぐな溝、キースロットに沿って進むようになっている。ミサイルの照準は単純で、 砲手が射撃照準機の視界に目標を維持しておくだけで、照準システムの電子機器が、工学的にミサイルを追跡し、テレビ遠隔操作と同様の赤外線リンクを通して、飛行経路補正信号を送信する。砲手はこのシステムで、おおむね優れた、命中率を成し遂げることができた。M81、MGM-51 は、 M551 シェリダンに最初に配備され、最初はそのシステムの価値を証明するかに見えた。シェリダンは空中輸送でき、火力支援を空挺部隊に提供するように設計されたアルミニム装甲の k アフフであった。通常弾を装備した M81 がこの任務に優れていると分かったが、空挺部隊が特に必要とした対戦車用途にはほとんど役に立たないものであった。そこで、 MGM-51 が対戦車用途を引き継ぎ主力戦車に匹敵する打撃力を小型車両に提供することになった。しかし使用していくうちにこのシステムは実用的でないことが判明してきた。MGM-51 は通常弾よりかなり大きくかさばったためシェリ弾では少数しか運搬できなかった。典型的な搭載弾は MGM-51 ミサイル8機と M409 ヒート弾20発だけであった。その上、車両上のレイアウトの都合で、発射車両から730メートル、800ヤードまで、ミサイルがガン、トラッカーシステム視野に入らず、そこからしかミサイルを誘導し始めることができなかったため、最小射程が非常に長いことが判明した。 M409 ヒート弾の最大有効射程がシレーラの最小射程よりも短かったため、当該システムにはその範囲の距離にいる目標には対処できないデッドゾーンがあった。一方、最大射程は2000メートル、2200ヤードまでであったが、アメリカ陸軍は改善の余地があると判断し、1963年にフォードに対して長射程型を研究する契約を与えた。 その翌年、同社は、摩隊長をわずかに、大型化した設計を陸軍に提出した。新型の MGM-51B の死者は次の5月に始まると、1966年10月に生産が開始された。その後、システムには、射程以外に一つだけ変更があった。試験において、発射を繰り返すと、方針のキースロットに亀裂が入ることが判明したため、 さらなる研究の後、より適切な浅めのスロットに変更された方の m 八十一 e 一 m g m 五十一 c が生産された。これらの問題がありはしたものの、システムは、それが空艇戦車を実現する唯一の実用的な方法であるということは明らかであった。しかし、それがすべての戦車の主武装として、その当初の役割を果たすことができるかどうかの問題は、 未解決のままだった。陸軍は1960年代に既存の M60 パットン用のシステム搭載砲塔の開発をめたが問題が解決される1971年まで実際の導入契約を結ばなかった。新型砲塔を搭載した M60A には1974年に運用が開始されたが整備性が悪く信頼性の問題が解決されなかったため、 1980年に速やかに退役した。シリエラシステムに基づく最も野心的なプロジェクトは、1963年に始まったアメリカ西ドイツ共同設計の MBT-70 先進主力戦車であった。MBT-70 は操縦士の搭乗スペースがないほど非常に短いシャーシの上に大型の自動装填砲塔を取り付けるというものだった。 その代わりに操縦士を戦車の前方に向けたままにする旋回急途で操縦士も他の上院と砲塔内に位置した。戦車砲は通常の砲弾の射程と精度を引き上げる新設計の XM-150 兆方針砲であった。しかしプロジェクトが長引き、1969年に車両単価見積もりが5倍に引き上げられたため、西ドイツは 開発から手を引くことになった。アメリカ陸軍はシステムのカットダウン、縮小バージョンを提案したが、アメリカ議会は1971年11月に提案をキャンセルし、その翌月から MBT-70 のために用意された資金で M1A ブムス計画を開始した。MGM-51 シレーラーは1971年まで生産され、 それまでに8万8千発が生産された。ソビエト連邦は 125mm 砲システムから発射される MGM-51 と類似した QM119、NATO コードネーム AT-11 スナイパーを開発しており、それはレーザービームライダー誘導装置及び発反応装甲を取り付けている車両を破壊するタンデム弾頭を持ち T-80。T 72M 戦車で使用された。イスラエルも西側標準の L7105mm 砲やラインメタル製 120mm 格好砲から発射可能なラホットを開発した。ラホットはセミアクティブレーザー誘導装置とタンデム弾頭を備えており、メルカバ MK4 にはラホットの運用能力が標準装備されている上にミサイル標準用レーザー照射装置と 新幹調整装置さえ搭載すれば、既存の西側生鮮車のほぼ全車種で運用可能である。出展、デシグネション、システムズ、ネットを楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。